ハブリーチクーフブロドベセリーなどルジニチー線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は225。この路線は、チェコ南部を東西に結ぶ役割を担っている。1871年、イフラバ・ハブリーチクーフブロド間が、オーストリア北西部鉄道の路線として開業した。イフラバ・ベセリー区間は、1887年11月3日に、 ボヘミアモラビア横断鉄道の路線として開業した。1883年11月25日に、横断鉄道路線の建設に関する法律が制定されて、その区間は国家により建設された。帝国鉄道は、イフラバ・ベセリー区間の運営を担当した。第一次世界大戦の終結以降、新たに創設されたチェコスロバキア国営鉄道がこの、 路線を運営することとなった。1993年1月1日チェコ鉄道が創立されて、この路線もデイに所属することとなった。2003年以降にこの路線の運営は、チェコ鉄道の上下分離方式により、チェコ鉄道高段に移管されている。区間ごとに系統が分かれる。以下では、チェコ国鉄225号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを、 一覧表で示す。2019年12月に休止2020年12月に休止。ありがとうございます。